サンサンロード、どうやら今度は偽物じゃなさそうだな。ああ、なんとか戻ってこられたみてえだ。正真正銘俺たちの森宮に。それじゃあ、夕闇は今度こそ完全に消滅したようだ。時空間の崩壊もなんとか食い止められたみたいですね。乱された因果も緩やかに正されていくはずです。はぁ、やれやれ、いろいろあったけど、ひとまず一件落着と言ってもいいみたいだね。お疲れ様、みんな。ありがとう、こうちゃん、ひらぎさんやみんなも。私やっぱりみんなについていけてよかった気がするそうかよかったね、しおり。あ、いたいた。なんだ君たち、遅かったじゃないか。あ、ミクリアさん、スピカの皆さんも。一体どこに行ってたんだい？揃って待ち合わせに遅れるとは。リオンも休憩に出てって全然帰ってこないんだから。もう7時ですよ、そろそろステージの準備をしないと。え、まだ7時？僕らが消えて1時間くらいしか経ってないってわけ？いや、どう考えても半日以上は経ってただろう。どうやら向こう側とは時間の流れ方が違ったみたいですね。そうなんだ。ん？何の話？なんだか仮装してる子までいるみたいだし、友達とおしゃべりするのはいいけど、ステージには遅れずに来なさいよね。了解。せっかくの千秋祭だ、君たちも存分に楽しんでいきたまえ。とりあえず俺たちも一旦解散するか。ですね、みんなの様子も確かめたいですし。あ、そういえば姉さんも来るって言ってたっけ。僕は着替えてきた方がいいかもしれないなそうだね、ちょっと悪目立ちしてるかも。ま、せっかく取り戻した夜だ、存分に楽しむといいだろう。それじゃあ行くとしましょうか。また後でね、こうちゃん。ああ。したんだよ、こう言い出しっぺのくせに。お前は行かねえのか。亮太、ったく何を考え込んでんだか。ほら見てみろって。ようやく日常を取り戻したんだろうが、今それ以上のことがあんのかよ。あ、そうだな。たく、亮太のくせに生意気な。何を？まあいっか、
ステージのイベントが始まるまでもう少しあるみてえだし、せっかくだ、お前も誰かと一緒に回ってきたらどうよ。え？お前も一人くらいいいんだろ。いし、そんじゃまた後でな。誰かとって言われてもな。そういや、昼間はバイトを手伝ってもらったりもしたっけか。あん時の礼もまだだったし、何かおごるのは悪くねえかもな。誰に声をかけてみるか。よし、そんじゃあ早速。時坂君、アスカ、なんだ、戻ってきたのか。ええ、電話で山岡さんや知り合いの無事も確認できてね。見回りついでに少し歩いているの。時坂君もよかったら一緒にどう？え？珍しいな、お前がそんな風に誘ってくるなんて。別に深い意味はないわ。せっかくの夜だからたまにはいいかと思ってね。そっか、実を言うとちょうど俺も声をかけようと思ってたところでな。昼間の礼もまだだったし、イベントってのが始まるまで一通り回ってみるか。ええ、行きましょう。なあ君、こんなところでどうかしたのか。もし誰かとはぐれたんなら。待ってたよ、お兄さん。まさかお前、レムか。こんばんは。久しぶりだね、お兄さん。お姉さんも。どうしてこんなところに。森宮から去ったはずじゃ。ああ、そうだったんだけど、さすがに見過ごせなくてね。どうやら無事に戻ってこられたみたいだね。ああちょっと場所を移そうか。ここは？少しの間空間を閉じさせてもらったよ。ここなら静かに話せるかな。やれやれ、相変わらずというか。たく、神出鬼没にも程があるだろう。そういえば最初に俺を起こしてくれた声も。一応礼は言っとくぜ。逆に言えばあれくらいの干渉しかできなかったんだけどね。どうなることかと思ったけど、なんとか収拾がついてよかったよ。もしかしてずっと見ていたの？レム、お前は当然わかってるってわけか。あの時夕闇の使徒が言っていた言葉の意味が。だって僕にはわからないんだから。10年前僕が。どうして東京迷彩が起きたのか。そもそも夕闇の使徒がなんで東京に現れたのかも。もちろん僕は観測者だからね。全ては起こるべくして起こった。箱の出現と同じくね。今言えることはそれだけだ。そうか。
思わせぶりというか。今回の因果は僕にすら予期し得なかったものだ。もしかすると本当の意味で何かが始まりつつあるのかもしれないね。この地でなのか、あるいはどこか別の地である可能性もあるけれど。あ、それは再び選択の時が来るだろう。その時、君たちが、人が一体何を選び取るのか、これからも見守らせてもらうよ。答えが出るその日までね。行っちまった。結局肝心なことは何一つ分からずじまいだったわね。ああ、何かが始まりつつあるか不思議ね。この先何が起きても後悔だけはしない気がする。執行者として何かを選び取る日が来たとしても、時坂君たちと行く道だけは決して違えないと思うから。アスカ、そうだな。傷ついても間違っても最後には何とか立ち上がって、そうやってきたから今の俺たちがある。多分これからもきっと。ええ、そうね。これからも頼りにしてるわよ、時坂くん。こっちのセリフだぜ。おーい、二人とも。そんなところで何やってんだっつの。そろそろステージが始まっちまうぜ。おう、今行く。レディース&ジェントルマン、お待たせしたね、諸君。森宮青春祭2015特設ステージ、いよいよ開幕だよ。